どうも、皆さんこんばんは。土のコベラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトやっていきましょう。ということで、今回はシルカボックス無限装置を作っていこうかなと思います。統合版限定になりますが、かなり簡単に作れますので、ぜひ皆さん最後まで見て作ってみてください。というわけで、早速やっていきましょう。レッツゴー。今回用意するものはこんな感じ。今回はですね、シュルカー2匹必要になります。装置にシュルカーを連れてくるので、こんな感じで、レールとトロッコ。あとは場合によっては透明化のポーションも必要になります。装置を作る前に、まずはシュルカーを捕まえましょう。エンドシティに行くと、こんな感じで入り口にシュルカーがいると思います。この入り口のシュルカーが一番捕まえやすいです。難易度の縛りが特にない人は、ピースフルでやった方がおすすめです。ピースフルでやると攻撃してきません。難易度ピースフルにしたくないよとか、縛りプレイでハードでやってるとか、ノーマルでやってる、イージーでやってるっていう人は、透明化のポーションを用意しましょう。透明化のポーションは、ネザーウォートと水入り瓶ですね。これで奇妙なポーションを作ります。奇妙なポーションができたら、暗視のポーションを作ります。暗視のポーションができたら、クモの目、砂糖、茶色のキノコで、発酵したクモの目を作ります。発酵したクモの目を暗視のポーションに調合します。そうすると、透明化のポーションができます。これをレッドストーンで、8分に延長させましょう。これで透明化のポーションを飲みます。で、この時装備は何もつけないでください。装備をつけてるとシュルカーにバレます。これを飲んだ状態でシュルカーを捕まえに行きます。まずはシュルカーとレールが同じ高さになるようにブロックを設置します。トロッコで確保します。じゃあトロッコで確保します。これでシュルカーの確保は OK です。次に装置を作る場所ですね。シュルカーは周り8マスに不透過ブロックがあるとワープしてしまいます。なので、島からちょっと離れたところに作ります。装置を作る素材なんですが、すべてガラスブロックを使います。エンドストーンなど不透過ブロックがあった場合は、ここにワープしてしまう可能性があるので、島から離れたところ。なおかつ装置を作る場合には、ガラスブロックのみ、この2つを必ず守ってください。では装置作っていきます。シュルカーを捕まえたエンドシティの近くの、ここら辺に作りましょう。で、シュルカーがワープしないようにある程度離します。15マスくらい離しました。これでシュルカーはワープしません。まず、チェストを設置します。チェストにホッパーを接続。このホッパーから、1、2、3マス。ガラスブロックを設置。で、ホッパーの隣から、1、2、3、4と設置します。ホッパーの上から、レール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 。で、ここにも、レール。パワードレールを2個設置して、レールです。隣には、ガラスブロックを置いて、トーチをつけましょう。ホッパー付きトロッコを設置して、回します。ホッパーの列のガラスの一番奥に、ガラスブロックを設置します。そしたら、ここから7マス伸ばします。1、2、3、4、5、6、7。1、2、3、4、5、6、7、8。全長8ですね。全長8ブロックです。そしたら、左右にガラスブロックを置いていきます。そしたら、右側に壁を作ります。1、2、そしたら奥にも壁を作ります。こんな感じ。次にソウルサンドを設置します。1、2、3、4マス目。ここですね。ここにソウルサンドを設置します。トラップドアをつけます。看板を設置します。次にシュルカーを運んできます。シュルカーを運ぶ場所はこのピンク色のところ。こんな感じでレールを敷いて L 字にします。で、ピンク色の部分を壊します。シュルカーを連れてくる前に透明化のポーションは飲んどきましょう。そしたらレールを繋いでいきます。シュルカーを運びます。この時、まだトロッコは壊さないでください。手前のレールを壊して、このピンク色のガラスブロックの上にレールを敷いて、また壊します。2体目を連れてきましょう。そしたらレールは壊しましょう。では次にガラスブロックを
このソウルサンドのところに2個設置します。そして水バケツをこのソウルサンドの上に設置します。真ん中の列に屋根をつけます。このトロッコを壊します。で、壁を作ります。最後です。このチェストにアクセスできるようにガラスブロックを設置しましょう。これでチェストにアクセスができます。そしたら透明化のポーションの効果を切らして、牛乳かなんか飲んでください。もしピースフルで作ってた方は難易度をイージー、ノーマル、ハードどれかに戻してください。これでシュルカーが手前のシュルカーを攻撃してシュルカーの殻を落とします。待機場所は看板のところです。あとはここで放置してるだけでシュルカーの殻が溜まります。お、一体倒れましたね。シュルカーの殻落としてます。ということで今回はシュルカーボックスが無限に手に入るシュルカートラップを作ってみました。いかがだったでしょうか。かなり簡単に作れますのでね、皆さんぜひ作ってみてください。シュルカー捕まえるのが一番大変だと思います。そこはねちょっと頑張ってみてください。というわけで今回は以上になります。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価と登録よろしくお願いします。この他にもマイクラの動画いろいろ上げてますのでよかったら見てください。それではシノコブラザーズのペペロンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。